どうもこんにちは。250番です。相沢萌です。よろしくお願いします。相沢萌さん、はい、元 AV 女優とお聞きしておりますが。そうです、元 AV 女優の相沢萌です。よろしくお願いします。お願いします、はい、そして、相沢萌さんは刑務所に入ってたという。そうなんです、本当に、まあ、つい最近出てきまして。まず罪名から聞いてもいいでしょうか。罪名は国際的な協力のもとに規制薬物に関わる不正行為などを助長する行為などの防止に関わるための、え、ごめんなさい、間違えちゃった。言えたのに言えなくなっちゃったじゃないですか。まず麻薬特例法って言って、はい、まあ、それは多分みんな聞き覚えるんですけど、すんごく長くて、起訴された時すごい長い、はい、国際的な協力のもとに規制薬物に関わる不正行為を助長する行為の防止するための麻薬および向精神薬等の特例などに関する法律違反と基礎上にそれ書いてあるんですか。そうですよ。マジで。そうです、そうです、そうです、それ身分証にも書いてあるので、あれ処遇、はい、わかりますよね。処遇とかに呼ばれた時に自分の罪名言えないと怒られるので、うん、めちゃくちゃ覚えました。あ、それで覚えてるわけですね。そうです、そうです、そうです、そうです。麻薬特例法だと思ってたから、麻薬特例法だって言ったら、違いますっていう。正式名称を言ってくださいみたいな。そうです、そうです。感じになるってことですよね。うん。はあ。それと何ですか？他にもあるんですか？それと、その、まあ、覚醒剤の所持使用です。なるほど、なんかちょっと覚醒剤がすごいあっけなく感じるんですけど。そうですね。そうですね。まあ、そっちの特例法に対して言えば、まあ、あけなくなっちゃいますけど、まあね、大変なことですけどね。多分あの見てる方はですね、うん、僕大体パッと浮かびますけど、見てる方、うん、想像つかないと思うんで、覚醒剤取締法違反は分かるじゃないですか、うん、その長い方は何なんですか、はい、何なのかというと、そのいろいろあるんですけど、私の場合はもう本当に簡単に言うと麻薬の密売です。分かりやすいですね。はい、簡単に言うとどういう風にして捕まったの。所轄の刑事さんが内定しまして、こいつだなみたいな、この売人だなっていうのが分かってしまって、それである日突然踏み込まれた感じです。あ、じゃあ国外から運んでたとかそういうことじゃないですよね。じゃなくて国内で、あの売人をやってたみたいなイメージです。そうです、そうです、そうです。儲かるんですか？どれぐらい儲かるんですか？罰金がなんだかんだ言って、罰金とかあの追徴金とかがなんだかんだ言って900万ぐらいだったんですけど、まあ、まあそうなりますよね、うん、普通に払えました、その収益で。半年ぐらいしかやってないんですけど。それで、休憩は何年ですか？休憩は10年でした。あ、だと思った、だと思った、だと思ったよ。10だと思ったよ、言っとけばよかった。いやいやいや、でも私はもう、うん、その本当に申し訳ないですけど、もうちょっと安いと思っていて、この起訴された時は、営利目的所持だったんです、うん、だから5年ぐらいかなみたいなイメージだったってこと。そうです、その、はいはいはい、刑務所は2回目だし、まあ、いくら執行仮釈中とはいえね、まあ、仮釈中だったんですけど、仮釈中とはいえ弁護士とも話して、まあ、4年行っても5年ぐらいかなって言ってたところ、罪名が変わって、その特例法になると訴因変更ってやつですね。そうです、そうです、そうです、そうですよね。起訴状が変わる。俺も訴因変更されました。悪質なやつに起訴状の内容変更されましたからね、はい、ああそうするとね、最悪ですね。またね、いろいろとなんかやらなきゃいけないですからね。それで、はい、休憩が10年の判決8ぐらいですか、はい、判決が、7年半。ああ、まあ当たらずとも遠からずですね。そうですね、まあ、中間だったらしいです、うん、中間。その弁護士は5年ぐらいでいいんじゃないかって押して、休憩が10年で7年半。うん、まあ間取ったんだろうねって言ってました。うんうん、1回目はちなみに何ですか？1回目はあの覚醒剤の所持使用だけです、うん。好きなんですね。好きでした。好きでした。あ、今好きじゃないんですか？今はもう本当に忘れました。そのやっていた感覚とか忘れれたし、まあ、入ってる間にね、本当に強制施設っていうだけありますよ。強制されましたね。もういいやって思いましたもん、ね、うん、どっから聞いてくるか。ちょっと情報量がね、情報量がね、いっぱいすぎて、俺も仕事終わったばっかで、うん、あ、お疲れ様です。疲れてますから。お疲れ様です。1週間分の疲れが今日本当溜まってますから。そうそう、週末ですもんね。週末、今一番疲れてるところで頭回ってないんですけど。いや、頑張ってください。すいません。それで、うん、休憩10って言われた時どう思いました
あんまり実感がなくて、なんか10年かって思ったぐらいです。それだけ。そういや、そのなんか、なんですかね、なんかあんまり自分のことなんですけど、自分のことじゃないみたいな感覚も少しだけあって、なんとなく人ごとみたいな。別にそれに、なんていうんですかね、もう密売をやるときに、もう別にその覚悟はしてたので、ある程度も、うん、こういうことをしてたら絶対に捕まるなっていう、うん、思っていたよりは早かったんですけど、うん、絶対に捕まるし、それはもうその腹積もりで行こうと思ってたのもあったので、多分そこまでショックじゃなかったのかなって思います。いや、10年って結構長いですよ。今となっては分かりますけど、うん、まあそう、そんなもんかなって。割と仕方ないなって。割と受け入れちゃったってことですね。はい、受け入れましたね。7年半って言われた時も、はいって、それだけのことをしたんだなって後々になってね、やっぱり、ね、考えて思ったし、その何ていうか、その長かったなって思うのは最近出てきて、まあ、世の中が変わりすぎていたので、やっぱ長かったんだなって。合計で9年なんですよ、未決から入れて。どこら辺が変わったなって思いましたか？まず最初に思ったのは、セブンイレブンのレジが手渡しじゃなかったことです。ああ、はいはいはい一番最初に思ったのはねだってなんならあれですよね、何ですか、年齢確認とかもないですよね。年齢確認とかもない、ないです、ないです、ないですよね。ないです、ないです。何、年齢確認をしてくださいとかなる、あります、あります。お酒とか、タバコとか。あります、あります。そんなんなかったですよね。なかったと思います。あれでも、お酒はギリギリあったのかな。あ、ありましたか。いや、でもピッて押したかな。押した。あ、ありました。年齢確認だけはなんかギリギリあったような。あ、ありました。9年前。多分、タバコとか買うのになんか押してたような気がしますけど、ね。あ、そうですか。あったけど、でもその、レジに渡そうとしたら、なんかこちらみたいに言われるし、ああ、はいはいはい、はい、まごまごしてたらそれまでバリバリ日本語で喋りかけてたら、なんか店員さんがなんか英語で急に話しかけてたりとかして分からない人いないんだと思ったりとかかな。あとはスマホが充実しすぎてて、いまだについていけないですね。ああ、はいはいはい、なんか編集とかもご自身だと厳しいって言いますもんね、はい、そうなんですよ。だからよく本当にすごいなと思って。いやいや、しょうがないですよ。しょうがないですか。だから出てきてまだ、まだ10月に出てきたばっかりなので、2023年の10月12日が満期だったんです、うん、満期収支で出てきました。だから3ヶ月ちょっとです、です、です。僕の時はもう出てきて、うんうんうん、もう1年ぐらいボケてたんですよ。刑務所ボケってやつですか？多分刑務所ボケですね。ああ、あんまない刑務所。いや多分あると思ってますよ。なんか、なんだろう、私こんなキャラじゃなかったなみたいな時ありましたもんね、うんうんうん、僕は1年ぐらいボケてたんで、割と今普通じゃないですか、はい、うんうん、普通ですか？わかんないけどはいはい、はい、だ割となんか出てきたばっかの割にはしっかりしてるなって感じしますけどね。そうですね。でもなんかあれよあれよという間にいろんなことが決まって、うん、出てきて 2,3 日後ぐらいに YouTube やることになったし、はい、それは突然ですね。そうですね。その中にいる時に友人とね、手紙してて、やっぱそういう芸能つながりの子なんですけど、こういうことやりたいんだっていう話をしてたんですよ、うん、で出てきてからなんかいろいろ紹介してくれて、多分、うん、お前はこう忙しくないと、暇だとなんかやらかすからっていうことなんだと思うんですけど、うん、忙しくしなさいと。ありがたいね、愛の道です。いや、ゆっくりした方がいいと思いますけどね、僕は逆に世の中をちょっと俯瞰した方がいいっていうか、こうちゃんと見た方がいい気はしますけどね。例えばどんな感じ？具体的なものはない、ないんですけど、はい、なんか今後の見通しを考えるとか、うんうんうん、今後の見通しか、直したいなと思うのは、多分これがなんか無所ボケなのかなと思うのは、うん、この言われたらこうしなさいって言われたらそういうもんだと思っちゃうところ、ね、だから食べ物あげていけませんって言われたらそうですねと思うわけじゃないですか、はいはいはい、の中でね、シャバでは違うのに、うんうん、ね、そうですね、確かにねって思うし素直になっちゃったってことですか？めちゃくちゃ素直になったんでなんか受け入れちゃう。もうなんかいろんなこう営業されたら何でも受け入れてしまうようになってしまったっていうね。あ、そうですか。この間東京ガスのウォーターサーバー、
なんか契約しちゃいましたもんね営業されて今水飲むしいいかっていいですよって言うからあじゃあそんな言うんだったらいいかみたいなじゃあいいか別に水確かに買うしなとあいいですよいいですよとかあとなんかこのなんだっけエステとかに100円でできるよっていうやつとかに行ってきたけどなんかこれもあるんですけどってなんかこういうのもあってってあでもそれいいですねってなっちゃうんですよカモじゃないですかカモそれ多分無償ボケなのかなと思っていや多分そうだと思いますよそうですね、そういう細かいのも含まれてますからねそういう意味ではその世の中を俯瞰した方がいいなっていうことなのかなって今思いました今ね今、はい、でもそういう素直な自分嫌いではないです、うん